きましたね。今日はあったかいですね、日差しが強いですね。朝の7時21分ですね。はい、朝起きました。景色が見えますね。あ、すいませんね。はい、掃除して一回行きます。はい、ベスカ島で今昼の12時26分ですね。ベスカ島でホテルを出ます。探索していきたいと思います。今日はどこに行こうか特には決めてないんですけど、散策していきます。三重橋ですね。で、そこから浦添前田まで行きます。はい、はい、乗っていきたいと思います。乗りましたね。浦添、はい、浦添前田駅着きました。地図があって、現在地、エントランス、浦添城があるんで、ここ駅、ユイレールの駅なんで、どう行ったらいいんだろう。こっちら辺かな。はい、浦添城跡、案内所がありましたね。ここが入り口だと思います。ゆくゆとで、こんな感じで説明がありますね。ちょっと前田高地って読むのかな。すごい景色が綺麗ですね。景色が一望できます。浦添家の屋敷跡、ここが屋敷跡なんですね。はい、ここも景色がいいですね。ここも景色がいいですね。ハクソビッチという方の説明がありますね。景色がすごい綺麗ですね。これがトゥンっていう木、ちょっと説明がわからないんですけど、すいません。こういう風な感じ、はい、浦添城の前の日って書いてありますね。はい、景色が一望できます。で、浦添用具で入り口っていうところ、ここ行くみたいですね。階段降りて行ってみます。浦添八景、浦添用具で、はい、歩いていきます。あー、ここか。あ、ここが見たかったんですよ。綺麗ですね。この道行くんですね。歩いていきます。あ、この道雰囲気ありますね。
景色が一望できますね。で、ここの門を通ります。あ、ここか。確か有名な王様のお墓かな。有名、ちょっと詳しいことわかんないんですけど。あ、ここが見たかったんですよ。浦添陽奴は、浦添城跡の北側にある王陵のことで、琉球王国時代この地に王朝を築いた永造王と少年王が眠る墓となります。浦添陽奴ですね。地図、はい、美しいお墓でした。はい、戻っていきます。はい、この石畳を取って戻っていきます。とこの地図でいうと、今ここ戻ってきたんですけど、現在地に。最初こう行って、こう行って、こうかな、こうかな、こう行って戻ってきて、戻ってきてからここに酔い泥こう行きましたね。最初にここ行っても良かったかもしれませんね。ここから歩いてきて、この子供園、小学校のところを、こっち行かないで、ここ抜け道でこう行って行くと、浦添城跡がありますね。浦添前田駅ゆいレール着きました。はい、これで道をまた三重橋の方に行って、国際通りでちょっと歩いてみたいと思います。駅ゆいレールの駅の目の前の自販機で、このビンビタスーパーっていうのを買いました。喉が渇いたので飲んでみたいと思います。ビンビタ120円、自販安いですね。浦添前だから、一応三重橋降りて、そこから歩いて国際通りの方にまずは向かいたいと思います。ゆいレール来ましたね。はい、はい、ゆいレール三重橋着きましたね。